1972年7月10日の日食は、1972年7月10日に観測された日食である。ソ連、アメリカのアラスカ州、カナダで、回帰日食が観測され、北アメリカのほとんどとその周辺の一部で、部分日食が観測された。回帰帯が通過した、回帰日食が見えた地域は、ソ連のサハリン島北東端のごく一部。 カムチャッカ州北西部、コリアークカ区、マガダン州東部、アメリカのアーラスカ州北部、カナダのユーコンジュン州北部、ノースウェストジュン州、ケベック州、ニューブランズウィーク州北東部、プリンスエドワードアイランド州、ノバスコシア州中東部だった。回帰色の最大は、カナダノースウェストジュン州、キーワティン地域にあった。また、回帰日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、 日本北海道の大部分、中国国立交渉極東端、北西ハワイ諸島北西部、ソ連北部の沿岸部と北東部、北部アメリカ、中央アメリカ北東部とカリブ海地域、南アメリカのアマゾン熱帯雨林の北にある部分、北ヨーロッパ、西ヨーロッパ中北部、中央ヨーロッパ北西部、イベリア半島北西部、アズレス諸島、マデーラ諸島、カナリア諸島西部、 そのうち北アメリカとヨーロッパでは主に現地時間の7月10日に日食が見え、アジアでは主に7月11日に見えた。現在のロシア科学アカデミーの前身であるソ連科学アカデミーはマガダン州アナディリ湾沿岸のルスカヤコシカで回帰日食を観測した。良い天気に恵めれ観測隊はコロナの写真を撮り変更観測をし、その構造と 物理的特徴について研究した。カナダのノバスコシア州では雲の影響で日食が見えなかった。また、アメリカ・ニューヨークからは850人の乗客を乗せたクルーズ船が北、大西洋に航行し、乗客は回帰日食を観測した。多くの科学家も船で研究をし、一部は気象学と海洋学などのセミナーを開催した。ほとんどの乗客が セミナーに参加した。アメリカの歌詞カーリー・サイモンが1972年12月に発表した曲、うつろないに、そしてあなたはリアジェットを飛ばしてノバスコシア州へ回帰日食を見に行ったという歌詞がある。作詞の1971年の前に1970年3月7日にも回帰日食があり、 しかも1972のと同様に海気帯がカナダのノバスコシア州を通過した。ありがとうございます。